フエダイカルテニデーは、スズキアモクの海分類群の一つ。中型、大型の肉食魚のグループで、熱帯の沿岸海域を中心に100種類以上が知られている。スズキアモクとしては、大型魚が多いグループで、生魚の全長は、数十センチメートル程度、種類によっては1メートルを超える。体は、側平たするが体高は種類によって違い、いわゆる大型のものから、 サバ類のように細長いものまで様々な体型のものが、いる。尾ひれは、節型のものと V 字型に似さしたものがいる。口は大きく、顎には、牙状の剣士が並ぶ。笛台の名は、笛台族の口が、前方に突き出て、口笛を吹いているような形状をしていることに由来する。和名も形態もよく似た笛吹き台カリースリニデート、紛らわしいが、笛台族は頭部に、 鱗が多いこと、口の中は赤くないこと、球脂がなく牙状の剣脂が並ぶことなどで、区別できる。なお、笛大族以外の笛大家魚類では、口が前に突き出たものは少ない。全世界の熱帯、亜熱帯域に分布する。日本でも暖流に面した本州中部以南で見られ、南西諸島で種類が多くなる。 多くの種類が浅い海の岩礁、ンゴ礁から水深数百メートルの深海まで生息している。また一部の種類は、寄水域を生息場所とし、ゴマフエダイやウラウチフエダイは潤潭水域までも入り込む。食性は肉食性で、小魚、甲殻類など小動物を幅広く捕食するが、いくつかの種はプランクトンを食べる。ほぼ全種が食用となり、 重要な漁業資源となるものも多い。沿岸では釣り差し網、低地毛など深海性のものも釣りや底生え縄などで漁獲される。南西諸島では沿岸性のものが多く漁獲され、市場にも流通している。身は白身で様々な料理に利用される。ただしバラフエダイやアオチビキなどでシガテラ中毒が報告されており、大型個体を利用する際は、 注意が必要である。また、産後症性のものには、体色が鮮やかなものが多く、水族館などで飼育される。ただ大型種が多いため個人での飼育には向かない。原生種は世の中、17属、108種に分けられるが、このうち68種は、笛大属である。鈴木屋木の分類上では8、八匹科エミリクチイデー高砂かシジョニーデーが禁煙で、タカサゴ科は、 笛大科の赤として扱われていたこともある。ムトドナを用いた分子系統解析では、糸引き笛大赤、浜大赤の2赤が、高砂科を含む他の赤の姉妹群となることが示された。アメ笛大赤、アプソリには、口は比較的小さい。旋回から深海に生息する。浜大赤イテリには、体は比較的前後に細長く、尾ひれが大きくに察する。 大きな口と頑丈な顎を持つ。水深数百メートルほどの深海に生息するものが多いが、石笛台とは落ちビきは沿岸旋回性である。マダラタルミマカラー。ニジェール洋魚器は白黒の鮮やかな模様をしているが、生魚は一様に黒灰色になる。レッドスナッパーレッドスナッパー。笛台赤、ルテンニーは笛台属を含み、 大半がこのグループに属する。旋回に多く、一部は、奇水域順淡水域まで侵入する。ベニフエダイやオージユーラスクライスリューズを含む、大西洋産のフエダイ族は、インド太平洋に産するフエダイ族から派生したと、考えられている。また、マダラタルミ族は、高砂赤との類縁関係が示唆されている。糸引きフエダイ赤パラディクチーニーインド太平洋の、 三五小三、二族二種の実が分類される。第二背びれと尻びれの難情が長い。特に糸引き笛台では、和名通り、第二背びれの難情数本が糸を引くように伸びる。ありがとうございます。